こんにちは。千葉県立中央博物館の林浩二です。本日は、フェアトレード、商品選びで地球を考えると題して、逗子フェアトレードタウンの会の磯野よしこさんと、ピープルツリーの鈴木ひろみさんからお話を伺います。フェアトレードはどれだけ知られていますか？それでは、フェアトレードの認知度についてお話をします。これは2019年のものになるんですけれども、一般社団法人日本フェアトレードフォーラム、フェアトレードタウンを認定する組織ですが、ここが行った調査の結果を見ると、まずフェアトレードを知っていますかという質問に対して、知らないという人が46%、約半数がまだ知らないということになります。残りの見聞きしたことはあるが、内容までは知らない26%、見聞きしたことがある、内容も多少は知っている22%、内容もよく知っている6%というふうに見ていくと、知名度としては、言葉は知っているという人が53.8%になります。半分以上ではあります。ただその中で、ちゃんと内容についても、フェアトレードの内容を正しく認識できたという人は、過去の中の32.8%という結果が出ています。その前の28%というのは、内容を多少知っているとよく知っているを合わせた数なんですが、その人たちに対して、本当に正しく貧困や環境問題と結びつけて答えられたかどうかを調べたときに32.8%でした。また、フェアトレードタウンをしていますかという質問に対しては、ほとんどの人が知らないという結果が出ています。次に、逗子ではどうかということを少し話したいんですけれども、これも2020年の調査の結果です。今、逗子市では、市民に対する一般的な調査、アンケート調査の中に、フェアトレードの質問項目を入れてもらっています。その中に、フェアトレードを知っていますかという質問と、フェアトレードタウンに認定されたことを知っていますかという質問を入れています。知名度としては57.2%、先ほどの53.8%に比べれば、若干、逗子の方が知名度がある。また、認知度。この場合は、内容を多少知っているとよく知っているを合わせた数が40.6%になっています。ただ実際に本当に正しく知っているかということは調べられていないのでわからないんですけれども、フェアトレードタウンとしてはまだまだな数字だというふうに思っています。私たちの活動では、この認知度、正しくフェアトレードについて分かっている人を50%にするという目標を掲げて活動をしています。